俺マンさんのこと好きなのに。お前から抱きつくとかできんだな。ずっと酔ってりゃいいのに。実は私毎日番組見てて。毎日番組をご覧になってるんですか？はい。エブリデイウェザーってかなり専門的なところまで現象解説が入るのに、瀬ヶ崎さん担当のところは気象のこと全くわからない私にも分かりやすくて面白くて。マンさん、お水って言ってたよね。 ありがとう。幅広い層の方がご視聴されるので、気象現象をもっと身近なものとして伝えたいって日々頭を悩ませているんです。だからそう言っていただけると嬉しいです。ところで、かなみさんはどこでよとお知り合いに？かなみさんだなんて。あの、即売会ってお分かりになります？ん？それってどんな会ですか？はい、作り手と読者が直接顔を合わせられる貴重な機会ですね。はい。ごめん、ちょっと風当たってくる。あら、寝ちゃった？ずいぶん飲んでると思ったら。そろそろお開きですかね。そうですね。部屋行く？行かない。もう本当に恋人なんだなって感じです。ようやく現実味が。そう見えます。だよちゃんって彼氏の前だとこんな甘えたになるんですね。なんかちょっと意外かも。いや、お酒さまざまですね。普段はそっけないですよ。ああ、確かに。だよちゃん素直じゃないからな。天の弱っていうか、まあそういうとこあると困っちゃいますよね。やだな、ヨウの素直になれないその不器用さが余計に可愛いんじゃないですか。ヨウ、もう飲むなって。やだ。なんだ、さっきからやだばっか言って。お前はイヤイヤ期か？もうやだ。だから何が？俺マンさんのこと好きなのに。は？てめえ、あんたなんか嫌いだ。ヘラヘラしてんじゃねえよ。何ちゃっかり横に座ってんだよ。名前で呼ぶ必要ねえだろ。ふざけんな。俺のこと好きなくせに。お前それ嫌だったんか。お前の方がそう思ってたんか。あ、もう最高。よしよし、取られちゃって嫌だったな。できんだな。ずっと酔ってりゃいいのに。懐かしいな、あのカレー。また食いてえな。